M1 1回戦、ね、M1 1回戦ね、楽しかったですね、なんか、ね、まあ楽しかったですね、1回戦はやっぱりこう、うん、早ね1回戦終わらして、そうね、ここからこうなんかグッとこうなる感じの、うん、その1回戦が終わって、まあ通らせてもらったんですけど、うん、その1回戦が初めてのね、会場で、うん、あのハーモニーホール、ハーモニーホールね、ね、お笑いライブやったことあるんかな、俺らは初めてやったやんか、うん、あれすごいよな、うん、あと初めて行ったから、ね、ある意味ね、うん、とりあえずね、芸人がこういっぱい出るわけなんですよ、 M1 って、うんうんうん、1回戦からもすごい人数の芸人が出るんですけど、はいはい、普通はその楽屋にね、うんうん、楽屋があって、どの会場でもそこに、出演者がこうバーッとこう集められて、そこでみんな着替えたりとかしてっていうのが普通なんですよ、大楽屋みたいな、ね、大楽屋みたいな、うん、で、出番10組前ぐらいになったら呼ばれて、うん、袖にすぐ行って並ぶ、うん、で順番に出ていくっていうのが大体の流れなんですけど、ハーモニーホールは、うん、ね、お客さんがこう来るじゃないですか、ね、でこうチケット買って、うん、ほんで会場の中入ってこう見るじゃないですか、うん、でそのお客さんが来るところにまず芸人がブワーいるんですよ、うん、でチケットも買うところの後ろでもうパンツ丸出しで着替えてるやつとかいっぱいいるんですよ、いっぱいいるね、うん、あれなかなかやん、なかなかやな、絶対あかんやんっていうか、なかなか、あかんよなあれは、うん、でね、バレるというかね、そうそうそう、あんま良くない、僕の同期の、うん、あのホットケーキの松丸っていうやつがあるんですけど、夏のね、そう、うん、あのホットケーキの松丸っていうやつが、うん、もうね、あのそいつがねどういうやつかっていうと、うん、夏をキャラでやってんねん、うん、俺今とか言って、あのね、この浮き輪、うんうん、浮き輪をこうかけて、うん、アロハシャツで、うん、金髪でめっちゃこう肌焼いてるみたいな、めちゃくちゃ黒いやつなんですよ、ね、うん、でもうそいつのネタっていうのは、うん、もう出落ちみたいなネタなの、はい、ね、うん、まあ、言うたらまず浮き輪持ってる時点でね、そうそうそう、うん、それを入っていく人全員見てるね浮き輪持ってるなっていう、全員ちらって見てからバーってお客さん入っていくし、そうそうそう、でその松丸は松丸で、あのもう絶対そんなんさ、うん、言ったらあかんのにさ、うん、ちょっと一回やっとこうかとか言ってネタ合わせしたりとか見たないやん、そんな、うん、夏男ですとか言ってやってるやつがめっちゃ真剣にネタ合わせしてる見ながらみんな入っていくから、もうほんま何30、40人ぐらい溜まってるとこにお客さんが来るんだよな、そうよ、あれすごいよな、うん。